斉藤義治は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。宮城県出身。陸軍中央幼年学校予科、同校本科を経て、1912年5月に陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍騎兵将尉に任官式兵第27連隊付となる。1924年11月、陸軍大学校を卒業した。 陸軍兵器本省付、騎兵第一連隊付、陸軍騎兵学校教官、騎兵幹部員、騎兵第14連隊長、騎兵第8連隊長、騎兵第24連隊長、騎兵,兵学校教官、留守第5師団参謀長などを歴任し、1939年8月、陸軍省省に昇進した。関東軍補充場省庁、軍馬補充部本部長を歴任し、 1942年12月、陸軍中将となった。1944年にサイパン島に派遣され、第43師団長として守備隊を指揮した。1944年6月15日からサイパンの戦いが起こり、当初は前線するも、陸海合わせて3万余の兵力は損耗し7月には3000まで低下した。日本兵が次々に玉砕する中、 司令官の斎藤も、また榴弾によって負傷し、7月6日に、洞窟内で、井桁刑事少将、海軍の名雲忠一中将と共に自決した。最後は切腹した後に、高級副官の鈴木次郎中佐が彼の頭を銃で撃ち抜いた、とされる。斎藤中将を埋葬するアメリカ海兵隊。ありがとうございます。